ちょっ、こんにちは。さあ、年次98年、はい、なんかね、はい、年次をやるのに、うん、このためにやってきたのかなっていうようなまあ年だけどね、98年、豊さんがやっと待ち望んでいた年に来ましたよ。まあ思い入れがある年だよね。そうです、はい、なぜかというと、はい、セリーグの優勝が横浜ベイスターズ、はいね、そしてパリーグは西武ライオンズで、うん、日本一になったのがベイスターズ。そうです、38年ぶり。そうだよ。豊さんはその38年前の1回目っていうと何歳だったんですか？何歳だろう、38年って言ったら5歳。またもちろん記憶にはない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 ですよね、うん、あ、じゃあどうでしたこの時の気持ちって。いやだから涙が出たよね。テレビで見てたんですか？球場でいた。いやいや、球場でいた。両方ともセリーグ制覇、はい、日本制覇、はい、もうそれはもう両方とも、セリーグの時は甲子園かな、うん、その時の胴上げとか、はい、バックネット裏で見てたし、はい、で日本一の時は解説してたから、うん、あ、そうだったんですか、うん、いやもう言葉に詰まりませんでした。いやいや、もう最後優勝した瞬間は、はい、涙でちょっと喋れなかったもん。そうですよね、やっぱそのぐらい嬉しかったな。やっぱそこを目指してたからね、そうですよね、優勝をね。で一緒にやってきたチームメイトも、そう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 、可愛い後輩たちがさ、はい、やっぱ実力をつけ優勝してくれたということがさ、うん、あ、嬉しかったよね。そうですよね。じゃあこの年振り返っていきましょう、はい、セリーグの優勝は横浜ベイスターズ、はい、で2位が中日、3位ジャイアンツ、はい、で4位ヤクルト、5位広島、6位阪神、うん、そうだね、はい、でパリーグは西武ライオンズが優勝、うん、2位が日本ハム、3位がオリックス、うん、ダイエーと並んでるんですね、3位で。そうだね、ダイエーはちょっと順位が上げてきてる、ね、まあ、力つけてきてるよね、はい、で、はい、5位が近鉄、6位がロッテと、うん、そして日本シリーズは横浜ベイスターズが4勝2敗で、はい、38年ぶり2回目の日本一に輝きました。そうですね、はいはい、でどうですか、タイトル、ベスト9やタイトルを見てみて。あ、まあ佐々木がね、はい、もう絶対的な守護神でいてくれたというのは、はい、先発ピッチャーに、うん、勇気を与えてるしね。最優秀選手、うん、クローザーで最優秀選手を取ってます。まあ打者ではやっぱ鈴木、はい、が首位打者に輝いてるしね、うん、そうですね、3割3分7厘、うん、まあ最多安打石井拓郎とかさ、盗塁王石井拓郎とかさ、はい、まあキャッチャーとして支えた、まあ、谷繁とかもね、はい、まあいたし、まあメンバーは揃ってるよね。そうですね、うん、さあそしてこの年の実は豊さん高校野球も挙げてるんですよね、うん、高校野球はやっぱ松坂だよね、はい、そうなんです。いや、あのね、よくその当時に言われてたのは、はい、例えば横浜高校が優勝すると横浜が優勝するとかさあ、まあ、例えば名古屋だったら東邦とかさ、はい、名電とかさ、はい、ああいうところが甲子園で活躍すると中日が強いとかさ、まあ、広島が優勝すると広島が強いとかさ、なんかそうやって言われてたんだよね。で横浜が春優勝してくれて、はい、夏優勝してくれて、はい、お、そしたらプロ野球も横浜じゃないかっていうような感じで松坂が春夏連覇で勢いをつけてくれたという、横浜にね。そうですよ、だから、はい、やっぱり松坂投手も横浜に行くのかなって思って。そうだね。で松坂も横浜に来たいっていう、はい、ね、そうですよね、一応候補には上がってたんだけどね。はい、いろんな意味で横浜尽くしの年だったんですね。いや、だから横浜がこう活気づいた年だったよね。はい、はい、それではセ・リーグの、ベストオーダーの特徴を見ていきたいと思います、はい、まずは最下位の阪神からなんですが、はい、ルーキーの坪井、そして2年目の今岡、トレードで獲得の大砲、うん、矢野がベストオーダーに名を連ねたが、うん、打撃は向上しなかった、うん、投手陣はヤク川尻の先発2枚看板に、湯気ですかね、葛西、うん、伊藤のリリーフ陣と抑えのリベラと駒場揃っていた、うん、打つ方がっていうことなんですか、ね、まあバランスが悪かったよね、やっぱりね。やっぱ最下位になるチームってさ、はい、まあ、ちょっとバランスが悪いよね。抑えると打たない、うんうん、打つと打たれるというようなね、はい、まあ悪循環が続くというか、ということなんですね、うん、まさか湯気と読んだんですか、弓永、弓永ねですかね、弓永、はい、失礼しました、はい。そして5位の広島です、うん、オーダー特徴は純国産かつカープ生え抜き集団のベストオーダーとなった、はい、で投手陣では新外国人ミンチーと新人の小林が活躍したということで、うん、確かに1番から8番までの中に、うん、外国人選手はいないんです。まあいなくても、うん、やっぱいいバッターが多かったよ広島は。
そうですね。さあそして4位はヤクルト、うん、ヤクルトのベストオーダーの特徴は前の年に神がかり的な打撃だったホージーも成績を落とし貧打線となった。ホージーはホームラン王を取ったからね。あ、そっ、あの97年に貧打線になっちゃったそうです。そうだね。で投手陣では川崎石井の左右のエースが踏ん張ったが抑えの高津が不調で抑えが不在となった、うん、これ石井高津って今両監督やってる。そうだよ、ね、すごいですよね、それ考えると、うん、何か特に特徴的に言うことはもう特にない、まあ、ないねない、はい、まあ力が落ちてってるよねヤクルトの、 あの年齢層もやっぱり上がってきてますもん ね、 そうそう、ね、さあそして3位がジャイアンツだったんですね、うん。特徴はですね、新人の高橋、まあ、高橋由伸さんのことですね、うんうん、新人高橋が5番に定着して準国産打線が完成、3本柱の1人である牧原がストッパーに回り抑え不足をカバーしたが先発陣が不足となった、うん、松井もいないんじゃないの。そうですね、もう、あ、いますよ。あ、いるか。6年目で3番に。あ、まだいるか。います、います。で、あの清原さんが4番に去って落合さんがもういなくなってたので、うん、いや、あの松井と清原の相性はあんまり良くなかったよね、続けると。あ、松井が打つと清原は打たないし、松井が打たなかったら清原が打つという。なんですか、続いて打ったっていうのがあんまりなかったよね。なんかくっついちゃうと相性が、やっぱり意識し合ってるんだろうね。あ、うん、そうなんですかね。さあ、2位の中日ドラゴンズの特徴を見ていきましょう。中日は守り抜く野球を目指し韓国のイチローこと、イージョンボムを獲得、うん、トレードで阪神から守備の堅い、関川と久慈獲得した、うん、で投手陣では新人川上が14勝、うん、野口も14勝となり左右のエースが誕生した、うん、抑えのソンドンヨルも前年のような活躍をした、うん、だからピッチャーが悪いって言った 年からさ、はい、ピッチャーは整備されてきてるんだけど、はい、今度はバッターがあんまり良くなくなったんだよね。あ、本当にチグハグなんだよ。ただ2位にいるんですね。そうだね、チグハグ。まあまあ、でもチグハグって言っても、はい、まあ、そこそこ打てるバッターいたからね。あ、そうですね、うんうん、ジョンボムランっていうのをさ、はい、息子がさ、はい、今韓国のリーグでスターになってる、ね、やってますよね。スターになってる、すごいイケメンで。そうそうそう。あ、お父さんあんまりイケメンじゃなかったでしょ。誰かにとってはイケメンですよね、まあ、まあそうだね、きっとね、はい、優勝したベイスターズの、はい、やっときた、はい、やっときました、はい、1番から見ていきます、はい、1番石井拓郎、はい、2番春、はい、3番鈴木、はい、4番ローズ、はい、5番駒田、6番佐伯、7番谷繁、8番進藤ということで、うん、まあ、そうだね。あれでしたっけ、ダイナマイト打線って言われてたと。マシンガン打線の時でしたっけ、うん、だいたい年齢層が駒田が上なんだけど、だいぶ18年目ですもんね、うん、だいたいね、うん、同級生あたりがメンバーに顔を連ねてるんだよ。あ、本当だ、春、鈴木とかローズ、佐伯あたりがそうですね。そうでしょ。で石井拓郎と谷繁さんが10年で、そうでしょ、はい、いやだからだいたいね、もう油が乗り切ったのがもう集まったというね。投手陣もそうなんだよね。あ、そうですね、投手陣も先発、うん、野村さんが11年目で、うん、斉藤隆さんと三浦番長が7年目で、うん、そう、あ、どうだ、だいたいね、同じようなね、はい、年代が揃ったな、ピッチャーも含めて。そうなんだ、バランスが良くて、だからまとまりやすかったというのと、はい、やっぱこう監督がその年にバントはさせないっていう方針だった。この年の監督は権藤さん、はい、いや、それでいや、バントって一番ピッチャーが楽するんだよって言って、はい、なんかこう革新的なことだったよね。へー、画期的っていうかさ、はい、あ、なるほど、まあ言われてみればそうだなっていう、うんうん、そんな感じの監督だったよね。バントはさせないみたいな、とにかく打って打って打ちまくれみたいな、そんな感じだったよね。でこれで日本一にも輝いたっていう、もちろんそうですね、このチームの方針でってことですよね、うんうん。さあこの年のことを振り返っていきたいんですけれども、はい、結構ね、年が飛ぶんですよ、豊さん、うん、チェックしていただいたのは、うん、7月になるんですよね。いや、あんまりなかったもんね。なかったんです、大したニュースが。7月7日、七夕ですね、はい、オリックス対ロッテの試合がグリーンスタジアム神戸で行われ、ロッテがオリックスに延長12回3対7で敗れ、プロ野球新記録となる17連敗となる、うん、オリックスの、広永が延長12回裏ノーアウト満塁の場面で藤本の代打として登場し、近藤から1号サヨナラ満塁ホームランを放ち、
通算11人目の代打サヨナラ満塁ホームランとなる。いやロッテが悲惨だったね、この年は。これ17連敗で止まったんですかね。止まんなかったんだと思うんです。その後も、あ、でもね、17連敗で止まるんか。18で止めてます。あ、だからもう一個負けたところで止まったってことですよね。いや勝てなかった、本当勝てなかったから。なんか負のスパイラルに入っちゃう。でもね、黒木とかいたんだよ。あ、ジョニーさんですよね。そうですよね、いたんだけど勝てなかったね。やっぱこう入っていくとなかなか抜け出せなかったんだろうな。怖いですね。怖い怖い、うん。で、同じ7月7日です、はい、横浜の佐々木和弘が大阪ドームでの阪神戦の9回裏に登板し2失点を喫して敗戦投手となり、連続セーブポイント連続セーブの記録がともに22で途絶える、うん、これ多分ね、俺の記憶は、はい、多分解説してたんだよ。あ、この時ですか。大阪ドームで。へー。で、おそらく矢野だと思うよ。矢野って東北次第でしょ。はい。あ、佐々木と同じかな。いや、それで、はい、矢野には打たれるんだよ。なんでですかね。分かんない。やっぱそう大きな存在に感じないんじゃない。あ、同級生だからってことですかね。多分ね、矢野がセンターオーバー打ったと思う。あ、それでこれが途絶えてしまったってことなんですか。でも22まで続いてたってことが、まあ、それはすごいですよ。すごいでしょうね、うん。7月12日です。横浜対中日戦が帯広で行われ、うん、日没のため延長12回9対9の引き分けとなる。ねえ、春がね、センター飛びついたんだよな。はい。で、顔すりむいててさ、はい、ああガッツのあるやつだなと思って、うん、もう傷になってたから顔は。もう顔からいくぐらい飛び込んでたから。はい。やっぱこういう選手がやっぱたくさん集まらないと優勝なんかできないんだろうなっていうふうに、うん、なんか見せてくれた、うん、あのプレーだったけどね。そうなんですね。さあ7月31日です、うん。甲子園球場での阪神対巨人戦、読売ジャイアンツはバルビーノ・ガルベスが先発するが、主審の判定に何度か苛立ちを見せ、6回裏阪神の坪井にホームランを打たれた直後に主審に対し猛烈に抗議、うん、巨人の監督長嶋はここで投手交代を主審に告げ、うん、ベンチからマウンドに向かいガルベスを三塁ベンチに戻させるが、ガルベスが戻る途中でマウンド上に集まっていた審判団に向けてボールを投げつける。でボールは当たらなかったが、主審がこのガルベスの行動に対し侮辱行為として退場を宣告する。投げちゃったんですね。投げて、これね、結構ね、チンプレー、コープレーにも出てくるけど、はい、ガルベスが投げるんだよ。危ないんだよ。危ないですよね。ガルベスもいらないって言ってたんだよね。でもまあ勝てるピッチャーだからさ。まあまあそうですよね。でも荒くれもんだったね、こいつは。もうカッとなっちゃうんですよね、精神的に。うん、で、翌日ですよ、8月1日、うん、巨人はその前日の試合で審判に向けてボールを投げつけ退場処分を受けたバルビーノ・ガルベスに対し無期限の出場停止とアメリカへの帰国を通告。厳しいですね、うん、いや厳しいよ。いやちょっとびっくりです。またセリーグ会長はガルベスを統一契約書に定められたプロ野球選手の模範行為に反するとしてこのシーズンの出場停止処分を下したと。まあそうだよね、帰らせて、うん、もうダメですと、うん。いやもういろんな問題があったからさ、いざこざがここだけじゃないからさ、チーム内でもあったの。まあチーム内っていうよりも、まあ試合やってて相手のバッターとまたやり合うとかさ、いろいろなんかこう問題を起こす外国人だったね。だからもう見切りをつけてしまったっていうことで、まあそうだね、まあ見切りをつけるって巨人はやっぱ勝てる投手だから、はい、だから置いときたかったんだろうけども、はい、やっぱ模範となることには全くならないよね。まあそうですね、だからまあね、まあコミッショナーが裁定したというね、ことです。もう戻ってこなかったんですか、ね。まあ、戻ってこない。あ、翌日8月2日です、はい、甲子園球場での阪神対巨人戦で8回表に巨人の高橋由伸が阪神の吉田から支給を受け、巨人の打撃コーチの竹上がベンチから飛び出して阪神の捕手矢野の胸を突き竹上退場処分を受ける。で8回裏、今度は阪神の矢野が巨人の牧原から支給を受け、阪神の三塁ベースコーチの大熊が牧原に体当たりし、大熊が今度は退場処分を受けると。まあ結構さ年次やってるけど結構阪神が絡むことって多いでしょ。結構多いですね。なあ、そうですね、うん、阪神対これ31日にもあって
まあまあこういざこざが、ね、うん、まあ、ガルベさん審判なんですけど、そうそのドイツカードの時にあるんですか。まあ竹山さんというのはバッティングコーチでさ、はい、まあ吉野部がまだ若いでしょ、はい、だからそういう意味ではやっぱ守ろうとしてやったんだよね、うん、そしたらまた槙原がまあぶつけたという、ね、すごいです。お互いになんかコーチが体当たりしていったりとか、うん、でもそういうなんていうの、選手を守ろうとするコーチっていうのは昔は多かったよね、はい、やっぱ膝蹴り行ったコーチもいますね。膝蹴りもあるし、ね、いっぱいいるよ。いますよね、うん、コーチも血気盛んね、まあ、血気盛んというか血の気が多いよねですね、うん、で8月9日です。福山市民球場での広島対横浜、これ延長15回、うん、試合時間が6時間13分、終了時刻が翌日の午前0時15分、うん、プロ野球史上3番目の長時間試合となる、うん、試合は6対6の同点の延長15回、表に横浜が8点取り、うん、14対6で横浜が勝利。これここまで同点できてたのでもあのさっきも帯広でさ、はい、あの日没コールドになって負けてないよね、長い試合やでも。やっぱ勝ちに対しての執念がある。そうです、ね、やっぱこういうのが優勝につながるんですよね。いや、そうそう、もちろんそうそう、まさしくそうですね、うん、さあ8月15日です。東京ドームでの巨人阪神戦、阪神は巨人に4対5でサヨナラ負けし、球団ワースト新記録の11連敗、うん、巨人の河合が7回裏ワンアウト1塁の場面でキーターを決め、プロ野球新記録となる通算452キーターを達成する。そうだね、うまかったね河合さんのバント。バント、まあ阪神の今年はコーチ行くけどさ、はい、ね、どうなるんだろう。いや、やっぱ確実だったよね。あんまりミスしたところ見たことないもんね、うん、ちっちゃい時見てましたけど、ミスは、うん、そうでしょ、はい、いやだからなんていうのかな、打線をつなぐという意味、はい、でミスが少ないということ、うん、やっぱこう地道な作業が、まあ、なんかこう河合によって、はい、まあ、チームを支えてたというかさ、うん、まあ、そんな感じがした選手だよね。本当職人、まあ、職人だね、バント職人という。8月25日です。横浜の谷繁が甲子園球場での阪神戦に出場、プロ通算1000試合の出場を達成します、うん、ねえ、この1000試合から3000まで行くんだからね、プラス2000、ここからプラス2000ちょっとだから、すごいですね、すごいよね、チームを変えて。そうだ ね、 8月27日です。広島は神宮球場での対ヤクルト戦3対6で敗れ、広島はこの試合が神宮球場での最後の試合、そのシーズン神宮で15戦全敗で終了した。14戦じゃない、すみません、14戦全敗で終了した、うん、1回も勝てなかったの。いや、あのね、昔はね、極端にね、はい、そういうものが出てたことがあるんだよね、うん、まあ、例えば中日があの後楽園で全く勝てないとかね、はい、あの東京ドームで勝てないとかさ、はい、まあ、こうやって広島が神宮で勝てないとかさ、はい、なんか極端な例っていうのもたくさんあったよね。なんかもうまさに相性14年で一つぐらい勝つだろうと思うよねファンは。だってそのシーズン1個も勝てない神宮ではね、何なんだろうって思っちゃいますもん ね、 ね。さあ9月です。9月13日、広島の前田智則が広島市民球場でのヤクルト戦で3安打を放ち、セ・リーグの新記録を更新する23度目の猛打賞。まあ、天才だよ。やっぱ皆さんおっしゃいますね。あのね、職人であり天才なんだよね。絶対決め球を待ってるとかさ、はい、ここは初球から打つとかさ、うん、もう自在だったバッターだよね。ピッチャーにしては嫌だったと思いますよ、ね。いや、嫌だよ。相手は9月19日です。横浜の佐々木和弘が神宮球場でのヤクルト戦8回裏から登板し、今シーズン、このシーズン39セーブ目を挙げ、年間最多セーブのプロ野球記録を更新します。そうだね、はい、森田佐々木の2枚ストッパーって言われてたんだけどさ、はい、その前に8回に森田がやっぱりいい仕事するんだよね、うん、相手に勢いづいてきた、そこをスパッと止めて佐々木に渡すんだよね、うん、で佐々木が失敗しないという、はい、だからその2枚看板、まあ、亡くなったけどね、森田っていうのは。だけどその佐々木の前に投げてた森田もいいピッチャーだったね、まあ、だからこそやっぱり優勝できる、まあ、そうだね、ということなんでしょうね、うん、黄金時代ですもんね、うん、さあ9月20日です。メジャーリーグです。ボルチモアオリオールズのカル・リプケンがボルチモアでの対ニューヨークヤンキース戦に欠場し、連続出場の記録が2632試合で止まる。
2632試合ってこれどう数えただけでもすごいよ。何シーズンずっとだったの？何シーズンだろうな、そういう質問するなよ。使ってない、と思って。だけど数えるだけでも大変なのもさ、そうですよね、毎試合休まず出続ける怪我しないっていうこと、うん、で当時はさ、はい、やっぱこうレギュラーっていうのは休んじゃいけないっていう、うん、なんかそういうものを植え付けられたことがあって、この数字っていうのはすごく立派だなっていうふうに、うん、立派というかすごいなと思ったよね。ただ単純にね、はい、10月7日です、はい、西武ドームでの西武対近鉄のダブルヘッダー2試合の第2試合の27回戦で西武が5対2で勝ち、うん、2年連続のリーグ優勝を達成します。ダブルヘッダーがあるんだからね、はい、昼と夜、そうだね、ありましたね、はい。さあ10月8日です。横浜が公式研究所での阪神戦に4対3で勝ち、横浜太陽ホエールズの時代の1960年以来38年ぶり2度目のセリーグ優勝を達成します。はい。おめでとうございます。ありがとうございます。はい。これ最後のバッターが新庄じゃなかったかな。お、え、そうだったんですか。佐々木さん対新庄。新庄さん。低めのフォークを空振り三振して優勝決まった。多分。俺の記憶が正しければもう何も見ないけど、うんうんうん、指摘されてもいいけど、はい、わー楽しみ、多分そうだったと思うけど、あ、そうなんですね、うん、でわーと言って楽しげがマスク取るのを忘れて顔が映ってないというね、うん、残念ですね。残念だ。じゃあ新聞にもマスクが取れてない顔で一面を飾ったという、でその時に俺が猿みたいに佐々木と野村だったかな、こうやって手をこうやって持たれて解放されて、はい、誰が豊さんが、うん、大阪の街で呼ばれて、どうか来てくださいよとか言って、はい、まあ、一緒にもうどんちゃん騒ぎして、捉えられて宇宙人ですよ。そうそうそう、こんな猿みたいになっちゃう。え、それを写真撮られてたんですか。そうちょっと切ない。どうだったか、まあ、そのぐらい嬉しかったっていうね。あ、そうですね、うん、10月14日です、巨人は、あ、原辰徳が一軍野手総合コーチに、そして水野が一軍投手コーチに就任したと発表、うんうん。まあ、原監督がね、長嶋監督に呼ばれて、はい、ね、ヘッドコーチみたいな、はい、原監督を長嶋さんが育てるという、これ一回 NHK の解説をされてからのその後ってことですか。あ、じゃあ初入閣みたいな形なんですね。そう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 。で同じ日です、今度広島は広島市内のホテルで記者会見し、辰川光男が新監督に就任したと。あ、期待したよ辰川さん。辰川さんが、うん、でも監督になって俺解説の時に行ったら、はい、なんか顔が青いんじゃなくて緑みたいになってて、辰川さん大丈夫とか言ってた、はい、まあちょっとチームも調子悪くてさ、はい、いや監督は辛いぞと言ってたけどそうですね、まあこっから辰川さんの苦労が始まるんだけどねそうですね、苦労の始まりでしたね、うん、10月25日阪神の新監督に前ヤクルト監督の野村克也が就任、うんうん、でも阪神が他の OB じゃない監督を迎え入れるっていうのは、はい、俺ないと思ってたんだよね、巨人と同様、はい、だからやっぱり野村さんってやっぱすごいなと思ったよね。あ、そうですよね、うん、でこれ野村さんってだから新庄さんとかと一緒にやってるんですもんね、うん、10月26日です、うん、日本シリーズ第6戦が横浜スタジアムで行われ、横浜が西武に2対1で勝利し、4勝2敗で横浜が38年ぶり2度目の日本一を達成します。そうだね、豊さんが泣いた日ですね。そうだな、はい、まあ、初戦に石井拓郎が初球にセーフティーバントかますんだよね。へえ、それが成功するんだよ、はい、そっから横浜が勢いつく。うん、だからその石井拓郎のそのアイデアね、はい、びっくりしたけど、あれサインだったんですか、ね、いや自分のあれだと思うけど、はい、起点が効くというかさ、うん、初めて出る日本シリーズで先頭バッターで打ちたいじゃない、はい、でもそれをセーフティーバントでコンと意表をつくっていうあたりがさ、やっぱ石井拓郎のコッサというか、うん、まあ悪いコッサじゃなくてね、はい、なんか相手を意表をついたというか、そこからなんか横浜の流れができたかなっていうふうには思うけどね。これ日本シリーズ前評判はどちらの方が有利だったとかあったんですか。いや、その時はね、やっぱ互角っていうような形じゃなかったかな。あ、西武と、うん、へえ、そうだったんですね、うん、それとか松井稼頭央がやっぱいて、はい、走ってくる、谷繁との勝負、三投したんだけどさ、完全に盗まれてるのを、はい、
谷繁のあの取ってからの速さで刺したんだよね、はい、あれにもびっくりしたしさ、はい、わあ谷繁成長したなとかさ、はい、だからすごく面白い日本シリーズだったね俺にとってはね。そうですよね、うん、一緒のね戦ってきたチームメイトだったりが成長した姿が見られたってことですもんね。さあそして11月20日です。ドラフト会議が新高輪プリンスホテルで行われ、注目の横浜高校の松坂大輔は競合の末西武ライオンズが交渉権を獲得します、うん、残念だったね、うん、横浜ここまで横浜尽くしだったらよかったんですけど、ね、そうなんだよ、うん、結局あれ何球団他にも結構行ってたってことですよね。まあだけどなんかこう東尾監督がなんか自分の記念ボール200勝の時の記念ボールをあげるみたいなさ、なんかもらってもしょうがないと思うんだけどね、松坂ももらってもしょうがないんだけど、しょうがないと思うんだけど、まあそのぐらい誠意を見せてみたいな、そのパワーとってありますよねきっと。松坂最初松坂行かないとか言ってたんじゃないかな、あ横浜じゃないからみたいなとかね。あそうだったんですね。じゃあ後から西武側が交渉というか交渉権を取ったからね、取って、うん、そこでっていうことだと口説き落としたということで、ね、これ98年で99年から今度は松坂大輔投手の旋風が始まるわけですからね。いやそりゃそうだよ、その始まりですもんね歴史の、ね、さあ98年振り返りましたから、ね、やっと98年まで来たよね。ねえここにたどり着きたかったんですもんね。そうなんだよ豊さんは。もうやめようかな年次。ちょっと待ってください、まだ2000年代が待ってますから、まあまあまあね、はい、はい、次2000年代突入していきましょう。はい